はい、どうもお疲れ様です。じゃあ本日も相場解説いってみましょう。12月6日朝6時でございます。長期的にはね、ファンダメンタルが効いて下落になるわけです。例えば日足なんかも下落トレンド続いてるでしょ。ただ短期的にはここに陽線で示されているように4時間とか1時間っていうのは上昇に向かっていることもありえるわけなんですよ。まあこのねじれ状態ですよね。全時間が下落なら下落に向かっていればこれはセルで取っていけるなって判断できるんですけども、短期的には上昇なんだけども長期的には下落っていうと、どこまでこの短期が続くのかってことをね、慎重に見ていかなくちゃいけませんので、どうしてもね、ローソク足を見に来るタイミングっていうのが増えるようになると思います。まあそれはそれで難易度の問題ですから仕方がないかなと思います。今日もその辺にね、絡めたお話をさせていただきます。はい、じゃあ4時間の方早速見ていきましょう。1日足は下落なんですけども、4時間はどうでしょうか。4時間になってくるとご覧のようにね、ちょっと横ばいに入り始めたってところがありますね。こうね、下落っていうのがちょっと止まって、下落は確かに更新してるんですよ。こういう風にね、この辺りから来るともっと下落の幅っていうのは緩やかになってきてるわけじゃないですか。こういう風にね、で、ついには横ばいに入ってしまったと。ただ移動平均線の下にローソク足が基本的にはおりますので下落トレンドではあると思うんですよ。ただしこれからはここ見てください。上昇がもしね、短期的に起きて瞬間的にでも移動平均線の上に乗っかることがちょっと考えられる形になってきます。というのが、普段弾かれるべき中期の線で弾かれてない方なんですよ。まあこういうふうに4時間としてはね、テクニカル的に判断することも必要になってきます。はい、そして1時間です。1時間はどうかっていうと、もうほぼね、横ばいなんですよね。で、ここに至っては上昇と考えてもいいぐらいのトレンドが起きてます。セカンダリートレンドと言えなくもないような流れですけどもね。で、これ15分とかで見ると、もっと上昇トレンドだと思いますよ。はい、これが15分ですけども、まあ上昇とは言えませんけども、横ばいですよね、どっちかって言ったら。これを下落とはなかなか言えないと思います。ただし、一番左側はこの辺りに値動きがあって、そっから斜め上に来てここですから、まあ緩やかに上昇してると判断もできるんですよね。はい、15分はちょっと退場していただいて、1時間に戻ります。さあ、そしてその時に、移動平均線とローソク足の関係ですけども、上に行ったり下に行ったりこう絡んでる状態ですよね。これがだからレンジによくある特徴なんですよ。さらにレンジの中でも今ここはですね、ちょっと上昇傾向がある形でレンジなんだけども緩やかに上に向かってるかなっていう風に見ることができるんではなかろうかと思います。というのが、この長いヒゲですね。これは材料のヒゲなんですけども、この四角で囲ったエリアに値動きが起きた時って急速に上に引き戻されるっていう風に判断できるのがこのヒゲなんですよね。まあ、そう考えたらこの下にずっと滞留することはないだろうと。そして上の蓋っていうのはここにあります。上底がありますよね。だから今日はね、ここを抜けたらそのまんま倍で取っていけるっていうような判断が成り立ちます。で、この辺りでもじゃもじゃしてるローソク足も少しずつ上に上がってる感じですよね。で、一応ね、レンジなんですよ。ここに下の実体で線を引くとレンジは存在しますんでね、こういったレンジになります。まあ、ですんで810からそうですね、400あたりなんで、まあだいたい上下が60ピップスぐらいかな。今上下で60ピップスぐらいのレンジがありますけども、どちらかというと上抜けしそうなレンジですよね。で、そう考えていくと今日のエントリーポイントはこちらになると思います。価格にして147の400あたりだと思いますけども、ここを抜けて上に行くようならそこでバイを入れていけばいいんじゃないかなっていう判断ですね。ただ上の方向にそんなにガンガン行くかっていうと、やっぱ長期的には下ですからね。ですんで、いつこの上に向かう波が起きてもおかしくないっていうことで、これは小刻みに利確って判断になるわけですよ。この考え方を頭に入れておいてください。今までもたびたび出てきてると思いますんでね。はい、それでは FX オリガルヒの方はまた次回の更新までしばらくお待ちください。お疲れ様でした。